プエブロ軍はアメリカ合衆国コロラド州に位置する軍である。2000年の国勢調査によると人口は14万1472人であり、コロラド州の64軍のうち10番目に人口の多い軍である。軍庁所在地はプエブロである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積6210平方キロメートルである。 このうち6187平方キロメートルが陸地で23平方キロメートルが水地域である。総面積の0.38%が水地域となっている。プエブロにあるプエブロ軍庁舎2000年現在の国勢調査で、この軍は人口14万1472人、5万4579世帯及び3万7332家族が暮らしている。 人口密度は23平方キロメートルである。10平方キロメートルの平均的な密度に58,926件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人79.47%、アフリカン・アメリカン1.90%、先住民1.59%、アジア0.65%、太平洋諸島系0.07%、 その他の人種12.93%および本欠3.38%である。この人口の37.97%はヒスパニックまたはラテン系である。54、579世帯のうち31.50%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、50.10%は夫婦で生活している。13.30%は 未婚の女性が世帯主であり、31.60%は家族以外の住人と同居している。26.60%は独身の居住者が住んでおり、11.10%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.52人であり、家庭の場合は3.04人である。 2000年国勢調査に基づくコロラド州プエブロ群の人口ピラミッドこの群内の住民は25.80%が18歳未満の未成年18歳以上24歳以下が 9.40%25 歳以上44歳以下が 27.20%45 歳以上64歳以下が22.40%よび65歳以上が15.20%に 渡っている。中央値年齢は37歳である。女性100人ごとに対して男性は95.80人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.50人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は32,775米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は4130米ドルである。 男性は31,514ベイドルに対して、女性は22,967ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は17,163ベイドルである。人口の 14. 点全人口のうち18歳未満の19.70%、及び65歳以上の8.70%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。